ス立ち上がりの茨城、外に出そうというところ、中のシュート、ここそうですね、福澤ここはドライブですが止められました、ここは速攻です、楽々と得点を取りました。そしてダンカンが一気に行く、裏を取っていく、決めてきました。平尾がまた積極的に打っていきますが2本連続はなりませんでした。さあ速攻、速い攻め、赤穂、そしてスミスへ、いい、ね、2点差、富樫、ボールがよく回る、非常にいいボールムーブからオープンショット決まりました。そう頑張って、そこから速い展開を持っていきたいですよね、はい、そうですね、ここはきっちりチェックには行っていましたが、フェンスリバウンド、セカンドチャンスにつなぎました。さあここは富樫が打っていく、リバウンド争い、千葉が取る、セカンドチャンスまだ続きます。富樫外から狙っていく、スミスが決めました。今日立ち良さそうですね。いいですね、残り2分です。大倉、そしてインサイド、中を使って、さあ今度はすぐさま攻めていく千葉ジェッツ、よく対応するが笛は鳴らない。うわー、よく決めます。ジェイコブセン仕掛けますがここは止められる、エドワーズのいいディフェンスです。スミス今日はシュートタッチがいいが、ここはインサイド、ダンクが決まりました。ここでタイムアウトを取りました。先ほどのプレー、はい、このアタックですよね、はい、豪快なダンクですよね。富樫、富樫から戻す、2人で囲むがそれをものともしません、エドワーズ。富樫スリーをやはり狙ってきた、千葉としては最高の形、ね、この時間帯のこのスリーポイントって小林選手得意ですね。そうですね、横インサイドダンカン、いやよくボールもありますね。そうですね、藤永、ダンカン、藤永スリーを打っていく、決めてきました、ちょっと中途半端なボールになりました。ここは1対1になっている、自ら行くか、自ら行くか、自ら行ってブロック、すごいブロック、スミス素晴らしい跳躍力を見せました。あ、素晴らしいブロックでしたね、はい、後ろから狙っていますがバンクショットで決まりました。久しぶりに千葉に得点が入りました。あとスコットブロック、スミスが止める、誰も目の前にはいない、後ろを確認して速攻決まりました。13番大倉颯太です。ダンカンもう一度外を使う、このスリーが決まってきました。佐藤拓磨です。富樫ここは速攻に行く、この攻めまだある、エンドワン押し込んでいきました。ダンカンです。得点源をなるべく散らしていきたい茨城。さあダンカン今度はスリーを狙っていく、決めてきました。ディフェンス変えましたね、ゾーンを引いてますね、はい、そのゾーンを全部なんかショートな感じがしますね。ショートが富樫、ダンカンを止めきれない。残り3秒2秒、打つしかないところ、シュートにはいけません。そしてスミス動きが早い、そして自分で行く、谷口がなんとかエドワーズダブルチーム、スミス3、うわー決めてくる。ここもチェックには行っていますが、福澤いいディフェンスになっている。そして谷口アグレッシブです。中に入ってくるスミス、パラシューター次には行かないが、インサイドバウンズパス、ここは見事です。はい、エドワーズなんとかいいディフェンスを続けるが、すごい、スミスに戻す、長い距離のジャンパー、富樫ここはスムースです。裏からギャビン・エドワーズ戻す中、その二神が決めました。そうですよね、受けてはいるんですけどね、はい、いい流れではありますが、エドワーズもうちょっと我慢ですね、ディフェンス、そうですね、頑張りたいですね、はい、さあスミスが速攻先頭を走っています。あ、見逃さないですね。そうですね、はい、さあそして走っているスミス、ここは落ち着いて決めてきました。非常にシステマチックな、いい流れの攻めを止められるかどうか。外のシュートが決まってきました。藤永にもスリーが来ました。藤永潜り込む、外に開いて決まってきました。佐藤拓磨、中に入ってくる、サイドを変える、ここもオープンができている、そして決まる、赤穂が決めました。ダンクが飛び出す、外が開く、またオープンができている、そしてそれが決まる、
いや冷静な判断でシュート打ちますね、はい。